ブラ鑑賞会緑のカード編、朝比奈フィーナレベル1パワー2000の仕組みになってます。効果どうぞ。はい、1つ目の自動効果ですが、ターン指定使用できるもので、あなたのターンの間、あなたのエナゾーンにカード1枚が置かれた時、ターン終了時までこのシグニのパワーをプラス3000する。2つ目の自動効果ですが、このシグニがアタックした時、このシグニのパワーが5000以上であなたの場に他のブラーカのシグニがある場合、対戦相手のパワー2000以下のシグニ1体を対象とし、それをバニッシュする。最後に絆の常時能力ですが、このシグニのパワーはプラス4000される。自分の効果でパワーが上がって、そのパワーが5000以上になったら、コストなしで2000以下のシグニバニッシュできる効果になってますと。アタックトリガーかつ、ノーコストで、要求できるっていう点はちょっと強いんですけど、対戦相手パワー2000以下っていうのがどこまで、除去できるのっていうところがこのカードの強さを決定づけるかなと。で、一応ブルアカなんですけど、青が魔の民性能のやつが結構パワーライン2000以下が多かった気がしてて、なんでその辺を、この1枚で、ノーコストで突破できるっていうのは、ブルアカ環境に関して言うと、一つ強みになるかなと思います。お、フリーなんですけど、うん、1つ目の自動効果は、このカードが、場に出た状態でエナチャージを行った場合のプラス3000ですかね。それともエナチャージに、1つエナチャージしてた場合は、そこからプラス3000が発動するんですかね。このカードは先にいないとダメですね。置かれた時に、トリガーするので、このカードがいてその後にエナを置く場合なので、他のカードの効果で、手札ないし、エナチャージとかした場合に反応するっていうイメージですね。あと絆でパワー上げるかと言われると、いわゆるこの手の要求するカードは、一ターンで使い切っちゃうことが多いので、使わなくても十分仕事はしてくれそうっていう印象ですね。はい、デッキの軸によると思うんですけど、入れるとしたら何枚くらいですかね。他に多分優秀な除去があるんで、それでも足りなかった場合っていう意味で2とかじゃないですかね。2000以下っていうのがちょっと難しくて、例えば黒とかと一緒に組むんだったら、マイナス3000とか、触れたりとかするんで、そうすると一気に5000ラインまで見えてはくるんですけど、その場合自分のパワーどうやってあげるのっていう問題が出てくるので、黒と組み合わせればもしかすると2枚以上入れると、ノーコスト除去っていうのが結構やりやすくなるんで強いかもっていう感じですかね。そんな感じ。なんか緑は実はそんなに入らない気がする、はい、じゃあ朝比奈フィーナでした。